光のことええからええから、どうやろなんだよ、あの何かさんはこんなかすごいわ、ブランドはどうやん、ええ店らしいで、東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。やこっちゃ。そないなことありまへんて。もう先生何で言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。まあ。ましてやこの手の店なんてもう。あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって、ほんまに。物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。何にこの店の方を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。ほらさあ。でもね、こんばんは。失礼します。失礼します。いや、こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。おしかなったのさんのせいかは、ヘティアロさん。この方な、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。おお、シャンパンで10万か。オーケー、やっぱり結構するもんだね。そしたらまずトントンシャンパンいっときましょうか。おいおい、大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫。先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。メネケントンシャンパンね。ありがとうございます。でも1本でええんですか。え、
せやね。東京の偉いさんもおるのに、一本やと足りひんのとちゃいます?Edustuskuluja. 大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど。確かにその通りや。よっしゃ。ここは潔く。firman taloutta, eli 一人一本いっとこか。ほな、四本やね。お前らの分もかい。ねえわ、ええわ、四本いっとれ。さすが、男前。お願いします。うわ、すごい。うまいな。もう一杯や。社長さんすごい。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったのはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わって。そこから急に。社員くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声で言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねやぞ。ちょっと触るくらいいいや。お前もまずらないやろ。なわけあるか。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。誰よりやねんとだ。お客は大概に銭湯。大概にせんかったら何やっちゃねん。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。Rikki loppu. Jaa, silmälapun kanssa vie. Kare, te, ano otoku ka? Aria tada no ketsumuchi daro. Okyaksama. Kunnan paras potkun yrkeliä. Honjitsa okoshi itadaki.ありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。あれが例の。この店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。フッ、気に食わんちゃうやったら。カスポや。フッ、力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そら英語ブルガンやないか。 Vähän ehkä huono käännös, mutta joo. Ja
Aha, asiakas ei nyt oikein usko. Omae-san no sono kokoro gamae, kiinnittä wa. Koitsu wa ogori ya. Tanto no ni. どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。これはやろう、どけおや。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゅうねん。サッターおろす。しゃあないの。ああ、いっちょ景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何ですか、お客様は神様ですから。へっ、まだそんなこと抜かすか。なめおって。これに変わらないだけサウナ。さあ、ショータイムや。Mä oon poimannut vai yhtään osumaa siihen. ですので、こちらはお預かりいたします。ありがとうございます、支配人。さて、この野郎、警察に突き出して。さまにろ、いい君。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り、店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならば、このまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。
俺に？はい。夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。お？今日この場のお題すべて、お客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば、年間接待費は億をくだらないはず。ああ、それ俺の。Aika hyvä budjetti。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが、他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。Aika näppärästi. こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。Semmosta.支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアはどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。enemmän tilauksia。あいつら怪我は？いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っときや。名刺は押さえちゃうが、
トンズラ股間とも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんなんばいや。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。わかったわかった、俺からも話しとく。すみません、お手数ですがお願いします。失礼します。Veistelen ainoastaan.支配人さんのおかげで、商売ができそうです。ほんま、ありがとうございます。先生、どないです、この店。気に入っていただけました？いや、いい店だよ。最初はどうかと思ったんだけど。ちょっと、最初どうだったんですokei, okay, niin se on niin kuin okei, okay, hack. Eli kun Japanissa ei ole välttämättä ihan tyypillistä, että toista työntekijää mollataan pomolle.
I help my own clique. Ei, ei ymmärrä, että tässä attityys. Sulla on vähän asennetta nyt. Tai ei ole töissä täällä. Tuominen toimii varmaan. Kukahan liberaali tää käännös itse asiassa on? すまんかったな。もう酒はほどほどにしとくわ。ほんま、ありがとう。お客さん、大丈夫？ケガせんかった？ああ、大丈夫。Internetti on sitä mieltä, että osa tästä on pelistä hyvin lokalisoitu ja osa taas ei ihan niin. Että se ei välttämättä niin. Eli se tasoittelee rypyt rahalla. Jos joku maksaa, niin juodaan sitten kalliita.
はあ。おい、まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。おお、あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。はいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、サガ。そうじゃけんにすんなよ、マジマちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。ここでリアスティアネタントだ。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立ててついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前肩が向いてるって自分でそうは思わねえの？アホ抜かせ。誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。それはお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。ふん、幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。Niin. Joo, mä pilkasin Ossipori on tosiaan kuuma pyyhe. Ja niillä niin kun ei pestä käsiä, vaan kädet pyyhitään näihin tota noin, niin kun, kuumiin pyyhkeisiin. Tanoshimarecha oremo Shimano no kyoudai mo chitto kumaru. Soro soro hondai ni haitte kuremahen ka?俺はいつになったら極道に戻れるんや。たんお見せて。
何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺にはわからないよ。どっちお母さん。あんたに分かってもらう必要ない。今月の売り上げ、この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。スタミリア。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあ、そんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。ビースダメだ。そうしたら口聞いてやるよ。ではなおせいそんま。おのれ。なんだ。殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。Niinpä. Pistettä sitten tekemään sitä hommaa, mistä, mikä tuottaa niiden rahaa. 5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああそうや。それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人。ああ僕たちはおいけんもらはや。冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。たさん yksi homma。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。即戦力が欲しくてさ、ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ってよ。ああ、本人にはもう伝えてあるから、こっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねえんだからな。ruvetaan työntekijöitä ottaa sitten pois. Vaaditaan lisää rahaa, lisää tota noin. Joo. 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 Joo.